ピーマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、おはようございます。平天くんです。今回は埼玉県川口市、JR 川口駅からめっちゃ近いジャパンニューアルファジェネクスさんに、ね、来ております。ということで、前回ね、ニコナナさんの生放送で、野村ロックさんとね、こちらのお店でね対決したことがあるんですけど、回転くん撮影は初めてねということで、スロット専門店なんでね楽しみにしております。はい、なるべく今日はねちょっとね普段打たないような、できれば初打ちがいいな、ということで、頑張りますので最後までご覧ください。本当だ、皆さん下、あーでも結構上行く人もいるじゃん。いや行ってみようか。あー常連さんが言うにはなんかジャグラーが強いと、前ジャグが強いっていう話なんですけど、おはようございます。さあ角で、あ角にあるよシェイク3。ちょっとね、まだ打ってないんですよ、私この台ね。はい、まあもしかしたらちょっと台移動するかもしれないんですけど、まあ僕としては新台なので、負けてでも打ち切りたいという思いはあります。まあちょっと展開次第なんですけれども、はい、じゃあ今回はこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、今回回転くんで打つ台は大東技研さんのシェイク3でございます。初打ちです。あ、コイン投入口変わったな、なんか。まあいいかアサリパチャンス、まあ、初打ちなんでね、ちょっと勉強しながら打っていきたいと思います。イエーイベルセン。まあ左リールにバーを狙って、中敵とスイカ転敗したら右リールスイカを狙うと。おお、スリーまで行ったよ、いいね。スイカ中敵と右はナディア、このねナディア今枠上にいるんですけど、ナディア図柄を目安に、当たった後にちょっとねいろいろこのボーナス中の楽しみ方とか、喋っていこうかなと思ったんですけど、まあ一次入れが結構魅力という台なんですけど、まあ、一次入れするんだったらこう、まあ、ノーマルタイプではないとはいえ、まあ、一応疑似ボーナスで、ボーナスでね出玉を増やしていくタイプなんで、閉店組んで打てるかなと思ったんですけど、まあちょっと重たいんだよね、だからやっぱ閉店組ではちょっと打てないかな、よっぽどの引き強じゃないと。お、MV。お、これはチャンスベル。まあベルで、ここにベルがなければ上下段に右リールね。うん、これはベルですね。14本目、まあおそらくねあれですよ、14本で今480ですけど、47じゃなくて50枚貸しだったらもう500は超えてる、うん、ってことは3万、30本で1000回転はいくってことだよね。まあいいとこばかりを見せるがね、ちょっと動画じゃないですから、悪いとこも見せていかないと、ね、
要はこういう挙動の時は打たない方がいいですよと、こういう挙動の時は打った方がいいですよ、もしかしたらこういう挙動でもドッカン出るかもしれないっていうゲーム性もお見せできるかもしれないし、まあ打つか打たないかは動画を最後まで見ていただいて判断していただくと、まあ自分がねその打つ前にインターネットのね通信量、ちょこっとした通信量でその挙動を見ることができる便利な世の中になったもんだ。イエー20本入ったぜ、イエー3枚目だぜ、イエーいいけど、25本目ですね。大丈夫かな、これ。ちょいと不安だよ。まあ、おそらく僕の台は1でしょう。885回転回して、まだチェリーが2回ですからね。おお、えいえい、なんでそれが真っ先にいけんだよ。うわ、はい、やっと931回転回してチェリー3個目。チェリーが鍵だって言われてんのに全然引けない。追加投手、でもこれが初めての演出なんでね、この背景が赤がチャンスアップとか全然わかんないんですよね。お、追加点っぽいっしょ。青、あ、鼻で笑ってしまったよ、思わず。なんだレバーオンで、なんかイコライザーやらなんやらが光って消えましたけど、はい、チェリーですね。これで4個目。白、青、黄色になりましたね。3回失敗したよと。この間3枚なくなりました。いやー、銀行行ってきます。銀行、エピソード。お、これ失敗しても4回目だな。
緑です。皆さんもねえ、どういう風に当たるのか天井行くと見たいでしょう。見たくない？おー、3から4。これがなんだ？お、これで6個目の試合ですね。シェリー引いても連続演出には発展せず、はい、38本目、あと3本で40本ですけど、ギリギリ届くかなぐらいだな。 MB 次第ですね。お、 VJ という文字が初めて。お、これで5回目ですよ。お、バカです。1396ゲーム手前でミッションコンプリートしちゃう。まあ、でこれで当たったわけじゃないんでね、はい、ミッションクリアしました。はい、 VJ でございます。チャンスゾーン。天井手前。おいおい、どうせだったらもう7いっぱい貯めてくれ。もうどうせ1個なんだろうな。チャンスベルだったらな。残念、1個です。うわー、天井手前で。もっと早く当たれよって話なんですけど。狙いと出ました。1438ゲーム。はい、シングルラインやりました。投資30本シェイクボーナス。まあ、ダイトさんというとこの3つのキャラクターから選んでくれと。まあ、最初はボーイでいきましょう。おお、チャンスボール。Are you ready?何？おお、ピックタイム、ピックタイム。ピックタイム行くことによって、行くことによってボルテージが一気に溜まると。カウントリセット。おお、
よし、ビッグタイム。さっきとね、ピークタイムの文字がね、違かったんですよね。さっきは青だったんですけど、1回目は確か緑だったような気がするんだよな。だからかな、なんかちょっとボルテージの増える量がちょっと少ない。リプレイでも10だったのが5になってます。カウントリセット。Oh, are you ready? 赤い文字で。ボーイ。ピックタイム。全部リプレイ。まあでもいいか。リセット。リセット入りました。おお、アイオレでいいね。赤ですよ。あー、止まっちゃった。なんだよ、行かないこともあるんだ、赤でも。残念。さあ、40ゲーム。はい、302枚。ダメなんだ。100ぐらいじゃ。100、200じゃ。これどうこうできるレベルの問題じゃないような気がするな。おお、チェリー出たよ。で、青。エピソード。あ、2回目だ。お、ファンタスティック。どうですか？ファンタスティックだったのに。これはもう手に負えないやつですかね。追加投手。さあ、飲まれてしまったので追加投手ですね。40本目です。5枚目ですね。帰ってこいよ。追加投手。追加投手。追加投手。よし、僕の中でですね、長時間リーグ戦は3000ゲームは回さなきゃ、見せ場欲しかったらやっぱ3000、最低でも3000回せば1回ぐらい何かしら来るとは思ってたんですけど、その概念が崩されそうですね。あと1000しかないんだけど。なんだこれ。これが噂の強 MV。 パネル消えたよ。おお、なるほど。やっとチャンスベルから2回目の。ほら。
あと5ゲーム。50%。 お、100%だって。よっしゃ。2回目は1000超えませんでした。815ゲーム。すごいね。あと1回引かなきゃいけないんだろ。大変だ。はい。お、ダブルライン。よっしゃ。シェイクボーナス。ブイブイ。ブイビープ。ブイビープ。何でやんしょう。キャッチミールーレット。おい、なるほど、これで曲が変わったと。フィル・ザ・ビート以外。あら、やばいじゃん、やばいじゃん。終わっちゃったよ。上位ボーナスじゃないの。びっくりなんですけど。残念。これ大変だ。15。おお、発展。おお、いきなりファンタスティックだ。嘘だろ。ファンタスティック、ファンタスティックで、ガッデーム、だよな。お、これは来たろう。あ、そう、そっちか。お、ってことはエピソードか。エピソード、これか。グッドグッドじゃダメだよ。緑緑。あとはラップか、今のやつがもう今緑緑なんで。セカトーセカトーシ、
57本目60本目おお、初めて見る演出だ。激アツ。チャンス。18個目。ああ、あれだったんだ、さっきの MB、チェリー MB だったんだ。はい、エピソード。ああ。お。お。おお。よっしゃ。はい、よっしゃよ。VJ、二回目の VJ。残念。2800回転回して二回目の VJ だった。なんでだよ。まあ最悪あと850ゲーム回せば遠い。まあ打ってみた感想なんですけど、まあチャンスベルからの、前兆、もう大事なんですけどね。なんだこれ、スイカか。いや、なんでもないわ。打ってみた感想、チャンスベルからの降格、まあ、大事なんですけど、やっぱ設定差のある、まあ、チャンスベルも設定差は一応微差ではあるんですけど、まあ、それよりかはやっぱチェリーですね。あの高設定ほどチェリー引きやすくなってて、チェリーからのエピソード行った方が、まあ、チャンスがいっぱい来る。で演出の天井もあるんで、まあ、やっぱり高設定の方がいい。おお、やりました、弱かったのにはいはい、3回目決めたい。おお、いいね。うわあ、うわあ、ラスト、うわ、ダメだ、マジか。スリーからほう止まりか。お、エピソードかこれ。なんでもないの。あ、エピソードだね。やりました。お、これはもう行ったんちゃうねえ。お、エクセレントガンドね。はい、行きました。やっぱ3000ゲームぐらい回さないとな、起きないよことは。はいはい、さあVJ が連チャンしてきて、ものにできてるやな、さっきのとか。ラスト、うわ、
つれー。ありがとう。65本目ですね。19個目。エピソード ダメだ。そうですよね。また演出も一からやり直しなんで1000超えそうな。大都議県の担当の人もこんな動画を監修で見せられるとは思ってねえだろうな。本当すいません。エピソードか、あ、高確率か。どっちか、そうか、チャンスベルだもんな。上がった、緑。ラスト。おう、よかった。918ゲーム当たりました。やった当たった。投資が68本。はい、チェックアウト69。おお、昇格した。右から、おお、滑ってナーディア、いいね、気持ちいい。よいしょ。さあ、シェイクボーナスの VB ペップ。 FK でいこう。FK を勉強しようか。どこまで続くかわからない。衝撃告知のボーナス、子供が減ると終了ピッチ。なるほど、告知発生で SP トラックはエクストラライブかな、 EX ライブ。はい、まあもうこれを最後に頑張ります。子供が減るとっていうことは4人か。なんかちょっと最後だから予約とか引けないかな。おお、やっといけた。おお、スイカも引けた。あら、スイカ引いた後に2人消えるか。お、おお、おお、やりました。
危ねえ行きました。スペシャルトラック、はい、174枚、よいしょ、ダブル揃い、やった、やっと、やっとです。よかった、終わる。お、うわー、今日滑るか。終わった。あぶねえ。ピークタイム。青か。おお、よかったよかった。あ、そうか。ピークタイム行ったらもう。あれか、リセットだ。あぶねえ。緑です。うい、青か、まあまあまあ、おー、いった、いいね、青、おい、いった、いいね、おー、緑、おー、行く、緑、お、グロー、476、いらっしゃ、 V フラッシュ来たね、ついに見せ場が69歩目にして、なるほど、こうなるとね、出るわけだ。ただ1回目からこういう風になるとは限らないんで、やっぱり何回もボーナスを引いて、シェイクボーナスのジョイボーナス VVIP に入るのをもう何回も引いて待つしかないんで、やっぱり設定はあった方がいいですね。ラスト、はい、432枚。うい。うい。やりました。シェイクボーナス VB、 ちょっといつ終わるか分かんないけど、これでいこう。ノーチェリー、わー、ラストゲームっていうのがあんな、まだかよ。嘘。なんでこんな簡単に終わんの。終わった。ナディア嫌い。はい、ということで、約500枚ぐらいですかね、出玉を出して
まあこうやると一撃ドーンと出るんだよっていう感じのね、入り口ぐらいまではお見せできたかなと思います。まあね、今日この台を初打ち実践して、言いたいことが、皆様に伝えたいことがあります。その前に、大東技研さん、本当に引き輪ですいませんでした。そして皆様にお伝えしたいのは、そうですね、まあ一応、まあ、3000ゲーム回して、3200ですか、通常時を回して、まあちょっとしたね見せ場を最後の最後にようやく見せることができたんですけど、諦めも肝心、のめり込みには注意してくださいね。やっぱり設定って大事なんだなと思いました、ね、やっぱいい台、挙動のいい台を打つことがやっぱりね、勝利への近道なんで、はい、ぜひね、いい台のシェイク3をね楽しんでいただきたいと思います。えいえい。最後にですね、ちょっと別積みしている台をちょっとね、221番台エブレックセブン25箱、鉄拳サード28、鉄拳サード28、こちらですね、32の39、おーすごい、はい。そしてエブレカセブン2が、24の6と、はい、おーすごい可動いい花火コーナー、そうですね、12の2だって、お隣が10の11、129分の1、おー11の9、お今日なんかあれだな、ファンキージャグラーはなんか前代っぽいな、1台だけちょっと200っていうのがあるんですけど、あの1台だけを悪くする理由がないんだよな、他はもう全部すごいいいんで、多分あれも良さそうだな。今日あれか、ファンキージャグラーだったか、7箱だったよ、 そしてさらに2箱あるからね、はい、49の38、すごいね、3箱以上いくと別組みたいなんで、スーパービンゴは53、54とすごい出ております。53番台に関してはね、別組6箱ですよ。オーストラリア2番番長もね、別組の他に2箱、14の18、まあ上乗せゲーム数とかあるんでね、データだけじゃ分かんないんですけど、まあ、4箱でいったね。ドキドキもね、別済みのお客さんいましたよ。じゃらじゃら、560枚、はい、どうもありがとうございます。はい、ということで、69本使って560枚です。えいえい。実践終了、実践終了、疲れた、さらにはこれから大阪まで行かなきゃいけないんだ、大変だはい、もうしょうがない、はい、ということで、ご覧の通りの結果となってしまいました。69本使って530枚ね。まあでも頑張って打ち切りました。まあ明らかに、シェイク3、2台ありまして、左の台、ね、がすごい挙動良くて、平手君の台はもうおそらく手せてだろうなと。まあさすがにね、あの前代しごろとかできないですからね。もうまたま私はね、そのいい台じゃない方に座っちゃったということで、まあそれでもね、こうなんか見せ場作れるんじゃないかなと思って頑張って打ったんですけどね、3000ゲームぐらい回してようやく最後にちょっとね、1ゲーム連とかしてキャディアでやられて、はい、ね、530枚という結果になってしまいました。まあでもね、あ、なるほどね、こういう感じでループしてすごい一気に出玉が出て楽しいのねみたいな、
まだね出せてないエクストラライブかな EX ライブね、とかお店できてないんで、まだまだね多分もっとあもっと楽しいっていうね台だと思いますので、ね、ぜひねヘテクノスはなるべく設定のいいシェイク3を楽しんでいただきたいなと思います。やっぱねチェリー大事だね。高確率って言われてるものが2つあるんですけど、やっぱVJ からのねやっぱチャンスゾーンからの高確率の方がやっぱり一番、ボーナス当選の期待度が高いんで、まあ、それに移行するのがやっぱりチェリーがやっぱりメインとなってるんでね、やっぱりチェリーを引きやすいやっぱ高設定の方が楽しく打てますよということで、はい、いや俺は低設定でもね、チェリーだけはもうめっちゃ引けるんだっていう方はどうぞどうぞね頑張っていただきたいと思います。もしかしたらもう1回ぐらいねちょっとね回転組んで、大時元さんに申し訳ないんでもう1回ぐらいはちょっとねリベンジしたいなと思っておりますということで、天君は負けちゃったけど皆さんが楽しく打てるこちら、ジャパンニューアルファ GX 参戦ではちょっとだけ、まあね、このように、ヘイテン君の、撮影の取材だったり、ニコナナさんだったりとかね、あとは、まあ、必勝本さんだったりとかいろんなのやってるんで、そちらの情報はですねぜひね、メール会員、あとは、P ワールド、あとは店内のポップ、あと LINE アットですね、お友達登録していただければそちらの情報ね入りますんで、あスマホじゃないって方はね、P ワールドとかそういうメール登録していただければ入ると思います。ぜひね情報の方をゲットしてこちらのジャパンニューアルファジネクさんね遊びに来ちゃってください。もちろんスロット専門店ですから話題の信頼はバンと入りますよね。だって春日も入った、あでもあれだなロリポップチェーンス入ってなかったな、入れてほしかったな、まあいいやまあね、まあ大体の信頼入りますんでね、そちらの情報もね、スマホの方は、LINE アット友達登録していただいて、スマホじゃない方はねメール会員になっていただいて情報をゲットしてね、こちらの、ジャパンニューアルファジェレックスさんに遊びに来ちゃってください今回僕は負けました次回は頑張ります、引き続き応援の方よろしくお願いいたします次回は活用えいえい